直流電化。直流電化は直流電源を用いる鉄道の電化方式。1879年にベルリン工業博覧会で世界最初の電車走行が実現した。この時の電力は直流を使用した。以降、第二次世界大戦後の商用周波数による交流電化が普及するまで、鉄道、軌道の電化方式は直流が標準的なものとなった。 方法としては、高圧特別高圧、送電六 6.6KV77KV で受電した交流電力を変電所にて必要な電圧に変換後、整流器で直流にし、電圧効果を抑えるための太い給電線、起電線というお通じ線などに電力を供給する。河川電圧は、絶縁体力からモータの製造可能な動作電圧を上限として、 500から 3000V が選択されている。その中で、現在、世界的に多用されているものは 600V、750V、1500V、3000V の4種類である。通常は空中に張った架線に送電するが、トンネル断面を抑えたい、地下鉄など、軌道の横に用意した、給電用のレールに送電するケースもある。第3機常式を参照。交流は、 変圧が容易なため、交流電化方式では河川に特別高圧、10KV を用い、車上で高圧、整流してモーターに供給するため、変電所間隔を 50km、100km にできるのと比べ、直流では 500V3000V という電圧値からの許容電圧効果が小さいため、太い河川や起電線を使って電圧効果を抑えても変電所間隔が5、 キロメートル十キロメートル程度までしか広げられず、結果として多数の変電所を必要とする。最近では、太い釣り火線を、起電線と兼用とする起電釣り火方式にして、起電線を省略する事例もある。特に、日本における国鉄での事例では、直流変電所へ入る、特別高圧送電線の送電単 22KV 規格、受電端二十 k v を変圧して、 直流 1500V を得ることが標準的だったものを交流電化に際して送電電圧の 20KV をそのまま採用して開発試験を行い定着した経過があるため直流変電所を地上側に作るか車上側に作るか交流電化という選択であったとされている。なお、現在の受電電圧は 受電電力の大きさから 66KV 内いし 77KV 以上が主で 22KV はローカル施設など比較的小容量のものである。なお、カラス山駅の充電設備は 6.6KV 受電である。直流電化では地上設備側のコストが高くつくが、車両の製造コストは交流車両に比べて安い。したがって運転頻度が高く、 編成量数の多い路線に向いた電化方式といえる。北陸本線のように列車本数を増やすため、及び他線区からの直通を目的として、交流電化区間の一部を直流電化に転換する例もある。また、電圧の高い交流電化に比べて、絶縁距離を小さくできるので、結果として周囲の建築物との距離を小さくできる。そのため、 トンネル断面の制約のある地下鉄では直流電化が大多数である。非電化であった七尾線を電化するにあたり、交流電化の金沢駅に乗り入れする運転系統であるにもかかわらず、従来の小断面トンネルをそのまま利用するため、直流電化とされた例もある。直流電化では、一般的に変電所から車両へ送る電流を下線に、車両から変電所へ戻る電流。 非線電流というを、走行用のレールに流す。これは、プラス用、マイナス用の2本の河線やパンタグラフを用意するのは、複雑化やコスト上昇の原因となるためである。なお、河線ではなく別にもう1本のレールを付設する場合が、ある第3期方式。交流から直流に変換する方法としては、8 0 0ボルト程度までの低い電圧には、かつては、 回転変流器などの回転器が用いられ、後に静止型として高圧にも使える水銀清流器が用いられたが、安定した大電力用シリコンダイオードの出現で、これに移行した。回転変流器は、交流側直流側で、回転電気子と境地を共用とする交流直流の変換を行う同期回転器であり、電動発電機よりも、 大出力を扱えて効率の良いため電鉄の直流変電所に主に用いられた。電動発電機は電動機で直流発電機を回す、組み合わせて交流と直流の変換を行う回転機であるが、小型化で回転変流機に劣取りあまり用いられなかった。回転変流器では、巻線が公直共通で電流が相殺され、不可電流による電気市販作用が 高直共通巻線で相殺されて、同数法の電動発電機方式よりも、はるかに大きな電力を扱えたことにより、鉄道用直流性装置に対応されたもの。新越本線横川駅軽井沢駅間の薄い峠アプト式区間の電化は、回転変流器を使って行われた。整流子の絶縁の問題で8 0 0トを超える電圧の回転変流器は、 安定的に作れなかった。電動発電機も回転変流機も、可逆的であり電源側への電力改正を許容する。回転機の整流子の保守を避けたい場合や、もっと高電圧を使う場合には、水銀整流機、缶を使った。電力改正が必要な場合は、ゲート制御電極付き水銀整流機を使って、逆接続の回路を設けて、 電力改正に必要な交流の逆方向電流を許容した構成にした。日本では陰極共通のガラス製の参照用3から6、陽極水銀清流器をその形状から、タコと呼んだ。大型の水銀清流器は、鉄層型で、陽極数は6局、12局があり、真空ポンプで真空状態を作って動作させたが、その補助ポンプに高真空を作る。 水銀拡散ポンプを必要とし、動作温度範囲が狭く陰極の余熱が必要だったり、アークの電圧効果も20ボルト弱数10ボルト、あって損失も大きく、逆庫の発生など扱いが大変だった。なお、イグナイトロン、エキサイトロンは、ゲート電極付き単極水銀整流器の一種であり、それを封じ切り構造とした、車載用製品を初期の交流電気機関車に採用している。 走行振動によるアーク不安定、センタータップ式整流回路での二組の電圧切り替えを避ける高圧タップ式電圧切り替えの絶縁などのトラブルに悩まされて安定な大電力シリコン整流器の台頭で次々乾燥された。後年電力損失が少なく動作や寿命が安定した大電力用のシリコンダイオードが開発されて以降、シリコン整流器方式が主流となった。 シリコン整流器は、順方向の電圧効果が、逆対電圧で酸素子直列としても 1V3 に前後で済む。また、余熱が不要で、高効率の上、動作が安定しているため、水銀整流器を駆逐した。しかしシリコン整流器は制御ゲートがないため、交流位相にあった逆方向電流を流すことができない。そのため電力改正は不可能である。 冷却方式は、以前はファンによる、風冷式輸入事例式フロン沸騰冷却式、パーフロロカーボン、PFC 沸騰事例式と進化した。しかし、フロンや PFC が1997年、京都会議において、地球温暖化の規制物質として指定されたため、近年では、純水沸騰事例式、ヒートパイプ式が主流となっている。制御電極。 ゲート電極のついた半導体素子をサイリスタと呼ぶ。シリコン整流器の一部のダイオードをサイリスタに置き換えることにより水銀整流器同様に位相制御をして電圧調整をしたり、電力改正制度に用いたり、低格出力以上で電圧を下げる水化特性を実現することができる。サイリスタ移制御の一部分を抜き出した回路に近く、位相制御と整流が別になった。 サイリスタ混合ブリッジ回路とダイオードブリッジをサイリスタに置き換えて位相制御と整流を同時に行うサリスタ、純ブリッジ回路の二種類が存在するのも同様である。改正制動が可能になったが、他に立候車両がない場合は改正執行するので、大落差後半などの改正電力を確実に消費させるためには、改正電力吸収装置とトロリ線、陽極とレール、 不極との間に GT チョッパと抵抗器を直列に接続して回生電力を抵抗器で消費させるサイリスタチョッパ抵抗や直流変電所に回生電力を電源側に送り返すサイリスタインバータが必要になる。パルス幅変調整流器とともに VVVF インバータと併用した場合両者をまとめてコンバータインバータの頭文字から CI 装置や種変換装置と称する。 マイコンにより PWM プルスウィテスモジュレーションイコールパルス幅変調で制御されるサイリスタやトランジスタのブリッジ回路で構成される。回生制動時は単相交流を出力する PWM インバータとして機能するのがこの方式の特徴である。特にイベット素子の性能向上とコンピュータによるきめ細かな制御により整流時は脈流の低減。 また、改正制度時は、高調波の少ない交流を、安定して出力できるため、交流電化区間での、改正制度も、積極的に行われるようになり、現在の主力となる。PWM コンバータと称するのが、一般的。G 手をサイリスタやイベットにダイオードを一つずつ、逆並列に接続して管流ダイオードとし、これを二個直列、それをさらに二組並列接続したものである。 実際には、電力改正時の高調波低減のためこの整流器を2つ直列接続し、マイコンによって各整流器間で90度の位相差制御をすることで、0%、50%、100%の3段階の電圧を生成する3、レベル方式が流である。整流回路は、水銀整流器に陰極共通の三小六小用水銀整流器が使われ、 その陰極付属設備は、相互絶縁が必要なのでそれを一本化したいことから、トランスとの接続回路は逆極性の巻線の半波、整流合成して、全波整流、両波整流とする、センタータップ式全波整流が基本とされた。さらに巻線の流通角が小さく、非効率な欠点があり、事項の改良をして多用した。半波整流では、 トランス鉄心に直流磁化を生じて変圧に支障を来すのに対し、センタータップだと磁化方向を相殺するので必須の接続である。センタータップ接続整流は流通角が小さく、トランス巻線の利用率が歩く大型化させるので、巻線をセンタータップ部で分離支障管理アクトルを挿入して、その中央から直流を得ることで、トランス角線の流通角を大きくして、 実行容量低下を抑えている。この接続を特に、総管理役取ル付け重星型結線と呼んで3、小交流を水銀整流器で整流する際の標準的結線となった。3小交流では6小、式、6パルス式となる。シリコン整流器に変わると、当初は水銀整流器を置き換えただけの、総管理役取ル付け重星型結線で使ったが、 水銀整流器のような複雑な陰極付属設備がいらないため整流器をブリッジ接続波整流としてトランス巻線の単純化を図った。三小交流では六小、六パルス式となる。リップル、脈動風を小さくするため、特に大出力変電所では三小交流をそのまま全波整流して六小整流するのではなく、 三小 Y 結線とデルタ血線の巻線を組み合わせて、位相差30度の交流を作ってそれぞ整流して、直列、あるいは並列に頂上し、合計12小、12パルス整流とすることで、脈動周波数を2倍に、脈動振幅を4半分以下にした。整流回路で整流された電流は脈流であり、そのままでは直流モーターに適さない。そのため、 平滑リアクトルを直列に挿入して、リップル、脈動粉を阻止した後、電車線へ向けて送電される。平滑リアクトルは、リップル周波数に比例して、インピーダンスが大きくなるため、同じリップル電圧に抑えようとする場合、リップル周波数が高い方が、サイズの小さなリアクトルを使用できる。6小整流と12小整流を比べると、 リップル電圧は4半分よりさらに小さくなり、リップル周波数は倍になるので12小方式は脈動抑制に大変有効である。さらに、リップル分による通信線への障害軽減のため、平滑リアクトルの深側に直列共振による高調波フィルター群を設置して脈動分を短絡している。6小式で基本周波数の6倍、12倍、 18倍、24倍の、高調波、50Hz 系で 300HzN、60Hz 系で 360HzN を、12、正式で、基本周波数の12倍、24倍の高調波、50Hz 系で 600HzN、60Hz 系で 720HzN を、直列共振回路で短絡している。しかし深川である、電車線のインピーダンスが、 極めて低いためか実際にはあまり有効に機能していないようであり、撤去が検討される場所もあり、逆に誘導障害が現れれば、原フィルター高段にもう一段の逆、L 型 LC フィルターが必要になる。直流変電所からは、故障時の電流を遮断可能な高速度遮断器を通じ、機電線へ直流電力を供給する。特徴的なのは、電気機関車や、 超大編成の電車の場合、1編成で消費する電流が極めて大きく 200A にも達する故障時の電流と区別がつきにくいことから電流変化率により遮断するデルタ I 型故障選択装置や故障箇所の直近両端の変電所からの送電を停止する連絡遮断装置を設ける。以下に各国での採用例の一覧を挙げる。ただし、路面電車、ライトレール、 およびそれに準じる企画の鉄道は除いた。英語版のを参考にした。現在、日本国内の電化鉄道及び軌道では、新幹線と北海道、東北、九州の各地方の大半の JR 線を除いた電化路線の多くで直流電化を採用している。なお、これらの鉄道事業者の大半は、自前の発電所や送電網を持つ、東日本旅客鉄道。 JR 東日本の首都圏など一部地域を除き、各電力会社から電力を購入している。ただし、第二次世界大戦以前は、自前の発電所や、給電施設を持ち、沿線の住宅などに電力を供給する事業を行っていた会社や、電力会社の子会社であったものが、戦時体制による強制再編で電力事業を奪われた事業者もある。電化線路は、 電気工作物であり電気設備に関する技術基準を定める省令の規制を受ける。同省令の解釈第203条の条文は以下の通り。実際の運用として日本においては以下のようになっている。なお作動及び工作鉄道ケーブルカーの電車線路にあっては架空電車線に限られかつ300ボルト以下とすることが電気設備技術基準。 解釈第217条にて定められている。日本最初の事例は、1923年の大阪鉄道、現、近畿日本鉄道南大阪線ほかである。フランス国鉄、SNCF の電化路線では戦前、直流線500ボルト電化が主流であった。戦後は、商用周波数交流を用いた、交流電化50、50Hz、25000ボルトが、 実用化され、戦後に電化された路線は、交流中心である。北部、東部、ブルターニュ地域圏、プロバンスイコールアルプイコール、コートダジュール地域圏のマルセイユから、東側、ロールイコール、アルプ地域圏の一部の在来線と LGV。TGV が走る高速新線全線は交流電化、その他の地域は直流電化である。パリ基準では、サンラザール駅、パリ駅、 パリ東駅が交流電化、リヨン駅、オステルリッツ駅、モンパルナス駅は直流電化となる。ちなみに TGV は全車高直量用仕様になっており、交流の LGV 区間から直流の在来線への直通は容易である。イタリア鉄道の電化路線では3000部位が多用されている。高速新線であるトブ・ディレッテ島については、 初期に建設されたフィレンツェ・ローマ高速線は、在来線と同様に直流3000ボルトで電化されたが、後に建設されたディレッティ島では、フランス TGV と同様に交流 50Hz2 5000ボルトで電化されている。戦前から低周波交流による交流電化が進んだこれらの国では、国有鉄道、スイス連邦鉄道、オーストリア連邦鉄道、ドイツ鉄道、 ドイツ鉄道は民営化の幹線路線では直流電化は見られないがベルリンやハンブルクの通勤電車では第三機上収電式の直流電化が採用されている。韓国では原則的に地下鉄路線は 1500V による電化がなされている。韓国鉄道公社カーイルが運営する広域電鉄は一山線を除き交流電化 60Hz 25000V が採用され、直通運転する地下鉄路線との境界には、デッドセクションが設けられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。